Hi! I'm GoGo Shinichi! 本日はですね、こちらになるんですが、僕がキャンプで使用している寝袋の紹介をしていきたいと思います。こんだけあります。で、なぜこんだけあるかと言いますと、まあ、季節ですね。温度によって、まあ、使い分けたり、まあ、用途、場所によって使い分けたりしてます。例えば、登山で使うような感じで、できるだけ軽量にしたい。キャンプで使うものだとか、あとはまあ車中泊で、まあさほど重さは関係ないような、あの車で行くキャンプだとかの使い分けをしています。あとですね、こちら、まあ見てわかる人もいるかなと思いますが、ついに DD のアンダーブランケット買っちゃいました。これはハンモック用のブランケット、アンダーブランケットっていう形なので、まあ下にこういうふうにこう包むような、まあ、寝袋と言っていいのか分かんないんですけども、ブランケットになります。それではですね、もう早速このまま紹介していきたいと思うんですが、まず一番最初に紹介したいのはこちらになります。はい、よーポンとこちらはですね、モンベルさんのダウンハガー650の1番というやつですね。シャープ1って書いてますけども、ダウンハガーという形なのでダウンが入っています。鳥の毛ですね。で、今回紹介する中ではこちらだけがダウンのもので、あとは全て化学繊維、化繊のものになります。で、ダウンのものっていうのはですね、軽くてですね、とても暖かいですが、デメリットとしては結構値段が張ってきます。なんですが、この1番っていうのはですね、この上に0番って言ってもっとですね暖かいのもあるんですけども、ここに、まあ、数値書いてるんですが、コンフォートがマイナス5度でリミットがマイナス12度っていう形なので、まあこれはですね、寒さの、まあ、形っていうのは、まあ、人の体感でそれぞれ違かったり、場所によっても場所だとか、あと風の強さとかでも変わったりするんですけども、リミットでマイナス12度いきますよっていうことになります。なので、まあ、冬もしくは厳冬期のキャンプ場だとかでも、まあギリいけるんじゃないかなと思います。で、僕の経験としてはですね、九十ボーガツルっていうですね、標高が高いキャンプ場があるんですけども、マイナス13度まで、キャンプした経験があります。で、その時のシュラフがこちらのシュラフになりますので、まあ冬専用の寝袋としてはこちらを使うことが多いです。で、まあこの3つがもうモンベルさんになるんですけども、モンベルさんのですね、もうシュラフ、寝袋っていうのはかなり機能性が高くて、このように番号、今回1番、この2つが1番でこれが3番になるんですけども、まあ、種類がとても豊富で、まあ、1つのモデルの中でも、まあ、ロングタイプのものであったり、まあ、レディースのちょっとコンパクトなものであったり、ジッパーも右ジッパー左ジッパーっていうのが種類がとにかく豊富なので、機能が良くて種類が豊富っていう意味で、モンベルさんのシュラフは僕はかなりおすすめしております。で、次にですね、こちらになるんですけども、モンベル、同じくモンベルのバロバックの1番ってやつですね。で、こちらもこちらも1番なんですが、ダウンハーガーとこちら河川のもので、これもう大きいし重たいんですよね。で、まあ、最初僕冬用のシュラフですね、こちらは持ってなくて、最初に買ったのがこちらなんですよね。で、暖かさは変わらないので、まあ価格コスパを考えてこちらの方が安かったので、最初はこちらを買ったんですよね。で、あまりまあそんな登山のキャンプっていうよりかはオートキャンプだとかで使ってたんで、これでもいいかなと思ったんですけども、結構やっぱりキャンプだとか登山の経験値が上がるにつれて、やはり冬場の寒いですね、山の中のキャンプ場だとか行きたいなっていうことで、まあ、こちらを買いました。で、河川は河川でですね、いいところも結構たくさんあるんですよね。で、ダウンハガーはですね、メンテナンス、まあ、洗ったりするのが専用の洗剤とかで、ちょっとこうなんていうんですかね、手洗いで丁寧に洗わなくちゃいけないんですが、比較的河川はダウンに比べたらわりかし、まあ、洗ったりするのだとかメンテナンスが楽になります。あとですね、
河川って結構分厚くできているので、あの寝た時の下の部分ですね、地面と体の部分っていうところの、あのクッション性があのいいので、結構下の部分が暖かくなります。で逆にダウンはですね、ペタンと潰れるので、まあ空気の層ですごく暖かくはなるんですけども、あの背中の面が あまり保温性がさほど良くないって言われたりもします。なので僕はまあこれはですね、まあ、車中泊だとか車で行くキャンプなんかでこちらの、バローバッグ使うことがあります。まあ印象としてはやっぱりなんかすごい、これがもしかしたら一番暖かいんじゃないかなと思います。で当たり前のように寒さ対策っていうのは寝袋だけじゃなくて服装、まあレイヤリングですよね、フリースだとかダウン、僕なんかユニクロさんのウルトラライトダウンのこんなちっちゃいやつ持ってたりするんですけども、その寒さプラス、まあ、何枚か服を予備に持っていっておけば、まあ、その場でですね温度調整がしやすくなるということでやってます。で次にこちらですね、バローバッグのシャープ3、3番ですね。まあ、こちらはですね3シーズン用って言われるやつで、まあ、3シーズンっていうのはどういうことかと言いますと、春、夏、秋ですね、冬を除いた、キャンプで使われる寝袋ですね。で、まあ、これが一番持ってらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。ある程度の、まあ、幅が広いシーズンで使えるっていうのと、コンパクト、そんなに大きくないです。まあ、河川のものであってももうこんなもんで、そんなに重たくないようなものになってます。でちなみにこちらですね、コンフォートが6度で、リミットが1度っていう形なので、まあ10度をこう下回るかなっていう、この10度前後ですね。で5度とか、まあ氷点下に近づいてくるにつれて、これはちょっと結構厳しいかなと思います。寒さに弱い方なんかは、まあ、ちょっとこれは冬ではちょっと厳しいかなと思いますので、やっぱり、まあ、これが3番なんで2番だとか1番だとか、まあ、人によっては、まあ、0番っていうのを使わないと、まあ、冬のキャンプではちょっと厳しいかなと思います。で次にこちらになるんですが、ネイチャーハイクさんの LW の180っていう封筒型の寝袋になります。で封筒型はどういう形かって言ったら、まあ、まさに封筒で長方形の形でパタンとこう折り返しているような筒状にして、完全に四角なんで、これはですね広げると布団みたいな、掛け布団みたいな形になるんですね。なので僕は夏用として使ってるんですが、夏にですね、特に僕が住んでる九州福岡はですね激熱なんですよ。もう年々暑くなってる感じがするんですけども、マミー型って言われるこういうこちらの芋虫のような形のやつはかなり熱がこもる。で暑い、まあ逆を言えば冬、それだけ熱がこもる、空気の層で熱をこうこもらせるっていうことで、まあしっかり暖かいっていうのはあるんですけども、夏はかなり暑いのと足が結構暑くなるんですよね。特に登山なんかは足が結構むくんできたりするので、足が結構涼しい方が僕はかなり快適なので、僕はこれをまあ完全に広げて掛け布団のようにして足を出して寝たりしてます。で夏はですね、まあ寝袋が暑すぎるときはもう寝袋すら使わないっていうこともいいんですが、やはり朝方とかぐっと気温がやっぱりキャンプ地っていうのは山の中、自然の中なんで寒くなるので、まあこれを一応バックアップみたいな形で持っていっておいて、横にもう出しておいてですね、寒くなったらかけるっていう形で使っています。なので僕はこれはこれ買ってからはもうほとんど夏だけで、まあ大体まあ月で言うと7月8月9月の3ヶ月ですね、3ヶ月はまあこちらを使うことが多いです。で登山で行く時なんかはやはり標高の高いところに行くので、3番をまあ冬の頭ぐらいまで使って、冬は完全にこちらのどちらかの1番を使うということです。で最後にこちらの DD のアンダーブランケットっていう形なんですが、これはハンモック専用の下にこうまとわりつくような、
アンダーブランケットですね、もう名前の通りですね。で結構買ったらごつかった。これ並べてみても分かるように、だいたいまあモンベルの3番ぐらいの大きさなんですよね。重さもだいたい同じぐらいで、で去年ですね、寝袋じゃなくて、ハンモック泊ですね、あの冬やったんですけども、その時がだいたい5度ぐらいだったんですよね。で5度で、下にあのサーマレスのマットを入れて寝たんですが、下がめちゃくちゃ寒かったんですよ。で、まあ、あの視聴者の方からもちょっとご指摘いただきまして、あのマットっていうのはあまりこうハンモックの場合はさほどこう保温力が高まるっていうか効果はないですよっていう風な形で言われたんですよね。でなぜかって言ったら、結構こう密着するから、あの基本的に下にマットを入れたところで、あの下の面っていうのは結構まあ風がこう通りますしね、かなり寒くなるっていう、まあ焚き火とか併用車はまた違うんでしょうけど、まあ、あの焚き火もせずに普通に泊まるだけであればあの寒いと。で僕のまあ感覚的なものですけども、10度をやっぱり下回ってくるとこのアンダーブラケットは必要かなと思います。当たり前のように、ま、氷点下でマイナス5度とか10度とかであればもうこれはかなり必須になってくるんじゃないかなと思います。でこのアンダーブランケットはハンモックの下にこう密着させてあのくっつけるような形になるので、ハンモックはピタッと密着するんですが、ブランケットはぶら下がってるだけなので、ここで空気の層が生まれると、そういった構造で暖かくするっていうようなことになってます。でまあ何が言いたいかと言いますと、あの寝袋っていうのはやっぱりしっかり空気の層なんですよね。なのであのキャンプ地に行ったらまずテントの中で広げて膨らませておいて、空気の層をしっかりとこう作って、出口だとかマミー型であれば首の中で絞るものもありますね。顔と首で絞るっていう、しっかりこの暖かい暖気を空気の層を作って暖かくするっていうような形になっております。はい、以上ですね。このような形でもうどんだけこう寝袋があるんだっていう形になるんですけども、やはりこうキャンプをやっていく過程でですね、あの快適にできるだけ快適にキャンプがしたいっていうことで、まあ、こんだけいろいろまあそれぞれ季節に合ったものだとか、こういうハンモックだとかの専用の、 あの寝袋だとかをまあ揃えていました。でこれから秋になっていくにつれてかなりだんだん寒くなってきて、また季節の変わり目だとかですねはもうどういったようなハンモックを使ったらいいのかっていうのがなかなかちょっとこう難しいところがありますが、この動画を参考にしていただいて、適材適所な、寝袋のチョイスをしていただければと思います。それではまた僕の動画でお会いしましょう。バイ。